本当に感謝しなきゃ。初めまして、中澤亮です。今日はちょっと一人で映ってるんですけど、外野の方にも普段サーキットで見たことがあるかもしれないようなメンバーたちに見守っていただいてるので、ちょっとワイワイしながら撮影していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。参加していいの？もちろん、ちょっと一人じゃ心細いから。あ、じゃあじゃんじゃん参加してるね。しんどいかもしれない。はい、天の声さんだ。お願いします。はい、全然参加します。何を撮るんですか。何も知らないでここに来たんですけど、ちょっと今日は撮ってんの、はい、びっくりしたけど。今日は自己紹介と YouTube です。 YouTube か、そうだ、始めたって言ってたね。そうでした、ね。ちょっとそう、今日はだから自己紹介と、ちょっとチャンネルの、なんでチャンネルがあるのかとか、なぜチャンネルを始めたのかっていうのを紹介したいな。チャンネルの紹介するってこと？はい、いいじゃん、じゃあやろうよ。はい、参加していいんでしょ？はい、ぜひ。声だけで結構です。見た目は出ちゃいけないの？はい、もう見た目は僕で十分。見るとモザイクかけられる可能性がある。いやいやいや、声だけで。それの声だけで大丈夫です。声だけでいいんだって。はい、ひどいな。ひどいですね。そのうち見切れてフレームにしてやろうな。そうですね。いやもうダメです。カットです。カットだ。全部カットです。編集なんか自分でやらないといけない。いや、全部カットしてもらうんで大丈夫です。依頼かけるらしい。はい。で、自己紹介するの？そう、自己紹介したいんですけど。どんな自己紹介するの？ちょっと簡単に。とりあえず簡単に、はい、中澤亮とは何者だみたいな。そうですね、はい、うん、じゃあやってください。はい、2002年生まれの今21歳で大学生なんですけど、東京生まれ東京育ちでずっと東京にいて、今はスーパー FJ っていうフォーミュラのカテゴリーに参戦しています。まあ、自動車レースですね。自動車レースです、はい、結構そうですね、レースに関係なく知り合った方にお話すると、すごいのやってるねって言っていただけるんですけど。そうね、一般の人からしたらね、カーレースっていうのがまず身近じゃない。あまり馴染みがないスポーツだと思うんで、それも紹介したいなと思うんですけど。このチャンネルを含め、あれだね、このチャンネルを使ってってことだね。そうですね、ちょっとで皆さんに紹介していきます。言ってもみんなわかんないでしょ、もう絵も浮かばないというか、まあ、すごいなとは思うけど、なんだかよくわかんない。よく言われるのは、フォーミュラレースやってますって言うと、F1 って言われちゃうと、あるあるだよね、これね。F1 は分かる方も多いんですけど、F1 はね、もうテレビとかでも放送してるし、うん、カーレースって言うと、GT 出てんのみたいな。そう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 、いやいや、行きたいですけど正直なところ、そういうことだよね。そう、ちょっと難しいけど、あるね、あるあるだよね。そういう、なぜそういう珍しいスポーツを始めたのかなっていうと、もともと父親がレースをかじってたっていうのもあって、幼い頃からレース観戦とかをよくしてたので、まあ自分にとっては馴染みのあるスポーツではあったんですけど、ただその時にはまだ自分がドライバーになるなんていう選択肢も考えてはいなくて、幼かったもんね、まだね、うん、そんなことは何も考えずに、本当にすごいなっていう見てるくらいの存在だったんですけど。何歳ぐらいだったっけね。レース自体は本当に小さい頃から行ってたから、見に行ってるので言ったら本当にね、覚えてないかもしれない。赤ちゃんの頃からおむつしてるぐらいいたのかなと思うんですけど、でそれ小学生くらいになった時からおもむろに自分がドライバーになりたいなっていうのが思うようになって、自分がレースを始めたのが小学2年生の8歳の頃なんですけど、そのレーシングカートをやってたんだね。そう、レーシングカートを8歳に始めて、ちょうどその1年前の F1 の観戦に行った時に、もう絶対にこういうレーシングドライバーになってみたいなっていうのがあって、まあ、そこから両親を説得するのにちょっとすごい時間がかかったんですけど。1年かかってたね、約1年ぐらい、ね、約1年ずっと。どうせやっても身にならないと思ってたからいや本当にこんな過酷な世界だとも思ってなかったので。そう、本当そうなんだよね、うん、ただただ何も考えずにドライバーになりたいなっていう考えだけあって、まあ、やって後悔はしてないし、すごい今も楽しいんで、結果大成功だと思うんですけど、まあ、それで2010年からカートを始めて、2021年のひょんなことからお話いただいて、ザップスピードのオーディションを受けて、
まあ、運よく受かったので合格して、そこから四輪の活動を始めたっていう流れになるんですけど、もうそのオーディションの時も、そうだね、レースデビューまでね、またちょっと時間かかってるからね。そうですね、そう、レースにデビューする前の期間が、練習期間があったんですけど、オーディションに合格して、そこから練習の日々が続いて、ターゲットタイムみたいなのが確かあったよね。レース出るなら最低このタイム出してください。そうですね。僕のチームにはあの練習で出したタイムがあって、クリアしたらもっと速い車両になって、でさらにタイムをクリアしてっていうシステムだったので、ここの練習の期間でだいたい1年弱。長かったね。あ、でもそうですね。7ヶ月くらい。ね、結局トライする日が雨だったりね。そう、雨続きでタイム出せなかったりとか。ちょっと辛い時期もあったんですけど、コンディションじゃないっていう不運は続いたなって感じがするね。まあ楽しかったね、楽しかったですけど、うん、やっぱレースが出たいなっていう気持ちがあって四輪のチームに入ったので、レースに出れるって決まるまではちょっと辛い時もありましたけど、去年だっけ、それが、いや3年前なので、うん、21年の6月くらいから練習を始めて、レースに出れるって決まったのが22年の1月とか7ヶ月くらい練習して、レースデビューがだから去年の3月、22年の3月ですね。去年の筑波だよね、一番最初でね。筑波が一番最初です。あんまりいい成績じゃなかったけど、まあ、もちろん最初のレースもひどいといえばかなり結果的にはひどい感じで、やっぱ四輪の世界って厳しいんだなとは思いましたけど、でもそこから1年は割と成績は全部右肩上がりで追われて、で今年が2年目になって、もうレースで言ったら14年目になってしまうんですけど、去年も今年もすごいチームメイトに恵まれて楽しい環境でレースができてるのですごい幸せではあるんですけど、今年がやっぱりさっきもお伝えした通り2年目なので、さらに結果残しつつ、あのいつも応援しに来てくださる皆様とかと一緒に戦っていけたらなと思うので、今年も応援よろしくお願いします。お願いします。応援、応援っていうかサポートしてます。はい、大応援団だからね、意外と応援団増えてきたからね。そうなんですよ、やっぱ朝キットに来ていただける方も、もちろん来れないでメッセージをくださる方もいっぱいいらっしゃるんですけど、多い人とかもいるからね。そう、本当に励みになってます。ありがとうございます。でもね、そのことだけでなったら本当に遠方から来てくれる方もいるさ、何日もかけて来てくれて、 ね、決勝のレースで言ったら数十分で終わっちゃうんだけど、十何分で終わっちゃうんだけど、でもね、それに声からして応援してくれてありがたいね、本当に、うん、嬉しいです。多分1本前の動画なのかちょっとわからないですけど、多分サーキットの紹介の時に応援してるの見えてるよっていうのが動画に映ってたと思うんですけど、 あれ走ってる時本当に見えてるんで、もうあれドライバー目線あるあるだね。本当に見えてる、ああの人来てるみたいな感じで、いたいたみたいなね。そう、だから本当応援来てください、これからもお願いします。自己紹介はまあその辺でも、自己紹介になったかわかんないけど、そんな感じでレースだとしてね。あとなんかさっきはチャンネルのこともちょっと言いたいなって言ってましたけど、そうですね、なんでチャンネルがあるのか、なぜ動画を上げてるのかっていう話になっちゃうんですけど、あの僕そんなにかしこまった動画はできないというか、すごい苦手なので、あんまりどっちかといえばいつもはパドックでワイワイしてるみたいな感じの方が大好きで、ね、すごい冗談ばっかり言ってるみたいなね、 そんな感じだね。硬い動画というか難しい動画はちょっと僕には難しいかなと思うんですけど、だからまあこんな感じでワイワイしてたり、本当多分さっきとでお会いしたことある方は分かると思うんですけど、このまんまですよね、本当にこのまんま、もう走ってる時間で悩んでる時間よりもちょっとワイワイしてる時間の方が多いのかなって思うくらいにワイワイしてる雰囲気を作りたくて毎日楽しんではいるんですけど、なんでそういうのを動画にもアップして、もしかしたらサーキットだけじゃない動画になるかもしれないですし、わからないですけど、日常って言ってたから多分日常もある、そうですね、日常もあるかもしれない。なんでやっぱドライバーっていうと、やっぱ応援しに来てくださった方が集中してなきゃいけないから絶対話しかけちゃいけないとか言って、後からメッセージをくださって現地で声をかけてくださらない方もいらっしゃるんですけど、せっかくだから動画でもサーキットでも皆さんとワイワイしたいなっていう気持ちがあるので、え、会いたかったのにみたいなね。そう、ドライバーだからって、まあ、気を使っていただけるのはすごいありがたいんですけど、やっぱりドライバーなんで集中は常にサーキットでもしてるんですけど、皆さんと話せる時間もすごい楽しみにしてるので、
YouTube でも同じような感覚で皆さんとワイワイ話せるような、もちろん動画に参加されてない方もコメントでお話できたりできるようなチャンネルを作りたいなと思ってます。と YouTube からね会いに来てくれたりとか、そういうのもいいよね、本当垣根なしで、ぜひお願いいたします、垣根なしで、楽しくやりたいんで、レーシングドライバーだけじゃなくてスポーツ選手っていうと硬いイメージっていうか、なんか邪魔できないっていうような、多分ね何にもやってないですよ、すごいなって終わっちゃっていうのをよく聞くんですけど、もう普通にサーキットにいてもサーキット出てもただの普通の人間なんで、そういうのを YouTube でも皆さんにお見せできたらなと思います。よろしくお願いします。はい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 、やりましょう。じゃあはい、まあ多分今後もこんな感じでゆるい動画を上げていくと思うので、ぜひ皆さんもまた見ていただけて、面白ければ面白くなくても高評価とチャンネル登録をお願いいたします。助けると思ってねそう、僕のためを思ってぜひお願いいたします。若いドライバーを助けると思って、はい、もう僕が喜んでますからぜひお願いいたします。じゃあまた次の動画でお待ちしてます。じゃあね、バイバイ。